大丈夫だと。画質がめっちゃ悪くなった。これで大丈夫だと思いますが、画質がとっても悪くなりました。もう一回画質は。とりあえず今日は久々にバッチコイの配信をします。今日はバッチコイからもね、なんか発表があるっぽいので見ていきたいと思います。曇ってるな、なんか。あ、お知らせ。楽しい。活動休止です。そう、しかもあとね、なんと3回なんですよ、放送がもう。それでは参りましょう。 AKB48 チーム8の関東白鳥。寂しいよ。123イニングプレイボール。あ、123だ。この番組はご覧のスポンサーの提供でバッチバチお送りします。エンジンかけますブンブンブン。 AKB チーム8。この5人でお送りしたいと思います。市町村テクテク散歩は終わらないです。バッチコイが終わります。終わりますというか、まあ、活動休止になってしまうんですけど、まあ、8がね活動休止になってしまって、まあ、チーム8のね番組でもあるので一旦活動休止で。そう、でもね、みんなもどうなるんだろう、どうなるんだろうってね言ってくれてたんですけれども、バッチコイは一旦。お、そう、今回はですねスペシャルライブです。これは結構ねちょっと頑張りました、みんなで。あ、すごい、本当のライブみたいな。こんな感じになってるんだ。楽しみ。私たちもなんかこう映ってるやつ見てないから。空を君に。これはもう永久保存版ですよ皆さん。まあ、いないメンバーもいるんですけどね。あ、ありがとう。いやでも本当にね、こんなに長く続い
ったっていうのも嬉しいし、すごいですよね。知名度の番組の中で一番長いんじゃないかな。まあ、アンロケとかもあるか。本当に感謝です。タクちゃん歌ってくれてる。確かに観覧最後にしたかったね。それは本当にあったんですけれども、まあ。タワー？ありがとう。タワー、ちょっと待てよ。タワー。あ、鍋アットマーク7年生。鍋さん、ありがとう。鍋さん、タワー立ててくれました。ありがとうね。最後。まあね、あと3回は一応ある。3回とか、これ合わせたら3回。この衣装かわいいな。素敵な番組ありがとう。こちらこそみんなに、まあね、いっぱい見てくれたからきっとここまでできたし。たくちゃんが叫んでくれて。グダグダです。ここで自己紹介をします。今回はバチコイ特別公演ということで、5年間たまりにたまった番組へのダメ出しをしながら自己紹介をしましょう。まずはひーちゃんから。はい、ダメです。一人で言わないでください。はい、皆さんこんばんは。キャビ48チームメイト栃木県代表の本田ひとみです。ダメ。ありがとうございます。お弁当が豪華になってきたのにもかかわらず、また前戻りして茶色のハンバーグと唐揚げ弁当で。あ、タワー、ちょっと悲しかったです。あ、パンダさん、ありがとう。よろしくお願いします。パンダさん見てますか？今見れてないかな。山梨県代表の平井横と平井智也香です。ありがとうございます。本当にありがとう。思ってた8年間ほぼお弁当が一緒。8年もやってない。4年前に関東白書見てチームメイト応援来ました。嬉しいです。はい、 AKB48 チームメイト千葉県代表の吉川七瀬です。よろしくお願いします。皆さんもちょっと今回の見てほしい。全部ひらがなにしてくれないな。そろそろね、さしてひらがなになるかなって毎回思ってたんですけど、難しい漢字をね使って私をいじめてくるのでひどいです。よろしくお願いします。うん、はい、埼玉県から来ました高橋愛です。よろしくお願いします。はい、ずっと外ロケがしたいって言ってるのに結局一回も行かなかったじゃないか。よろしくお願いします。それな、来たかったな、ロケ。30分から40分ぐらいの収録時間だったんだけど、うん、
ライブなので、うん、ここからの3曲はたくちゃんへの思いを歌ったセットリストになっています。それでは思いが詰まった楽曲を歌います。3曲続けてお聴きください。すごい盛り上げてくる。かわいい。みんな炎上最初の頃はね、炎上とかやってましたけれども、これこの日にみんなで合わせたの、すごくない？泣きそうって言ってる人いる。めっちゃ好きだったこの曲。バチコ終わっちゃいます。いい曲です。我ながらいいセトリ。
リンフラッシュね、ちょっと思い出の曲なので入れてみました。よすごい。でもあれぶりだよ絶対ね、すごくない手書きでね、カンペも朝書いて。ちゃんとダンスもやってくれて一瞬でたくちゃん消えました。笑っちゃうんだよね、たくちゃんがなんかすごい叫んでくれるから。時間が経つのも早いもので、次の曲が最後の曲となってしまいました。私が最後に選んだ曲はこの曲です。それでは聴いてください。何の曲でしょうか。今日はねちょっとお風呂入ったので髪の毛がボサボサ。なんでしょう最後。こんばんは。今バッチコイの実況配信してます。 CM 中、 CM 中。そう、全部エイトの曲でもいいなと思ったんだけど、
タクちゃんに向けて。本当にこのスタジオでいろいろいろんなことがたくさん、これ私待って5年ってことは24だから、私19歳ぐらいの時からやってるんだ。19歳から、あもっと、じゃ24だ、19くらいか、18か19かな、10月だか、19かからね、ちょっとやっていろいろありました。本当にみんな、いつの間にか成長しました。バチコイは有観客再開をするのかな、しないまま春を迎えそう。もう終わります。バチコイ終わってしまいます。アンコールあります。チーム A、 チーム 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 A、 チームA、 アンコールありがとうございます。ありがとうございます。たくちゃんが発動してくれました。みんなもこれ見ながら、ファンの友達とか、まあ一人でもいいんですけれども、もう一回見ていっぱいコールしてください。悲壮感最後の最後に悲壮感。あ、潜水さんだ。潜水さん、いつもお世話になってる潜水さん、有観客はあのスタジオの狭さでは難しいかなやってましたよ、有観客。ここで何人ぐらい入ってたんだ、50人ぐらいかな。千葉テレの朝さ、マリコンのおかげで詳しくなった。私もでもまだお会いしたことない方何人かいらっしゃる。さあ、アンコールの曲をお送りする前に、私お手紙をちょっと預かってきたので、ここで読ませていただきたいと思います。はい、誰からだろう。5年間私たちのことをバッチバチ育ててくれてありがとう。愛のある厳しいツッコミに何度救われたことでしょう。どんどん私たちのことを好きになってくれている気がして勝手に嬉しくなっていました。時には聞いてもないのに芸能界の
賞を話してくれたりお客様やスタッフ、私たちまで楽しませてくれて、どこまでサービス精神たっぷりな方なんだろうと、世間が抱いてるイメージとは斜め上に違うたくちゃんの本当の優しさやすげえところを知って大好きになってしまいました。この番組という名の試合が終わってからは、私たちは芸能人としてお互いに負けられない相手になりますので、次に会った時にはたくちゃんをボッコボコにします。負けないぞ鈴木拓、本当にありがとう。岡部凛、凛ちゃんからの手紙でした。それでは聞いてください。47の素敵な街へ。最後はね、47です。今日が最終回みたい。あと2つの企画もお楽しみに。行くどん、ありがとう。行くどん、今ありがとうございました。投げてくださいましたね、ありがとう。大好きな車に乗って、あ、ちょっと私のお気に入りのゾーン来るから見てて。ほら3人も駆けつけてくれました。うわ、あんな一緒だ、もっと映してほしかったな。結構力作なんだけど、私の似顔絵。私が描きました。あ、みんな壊れしてくれて。そして皆さん、本当に5年間ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。ラスト2回もバチバチしていくぞ。バイバイ。終わっちゃった。皆さん、あと2回ですが、バチコをよろしくお願いします。ということで、ランキング読みます。13位はジャリングさん、ありがとうございます。12位はテツさん、ありがとうございます。11位はワイセンさん、ありがとうございます。ワイセン73さん、ありがとうございます。10位はタッチンさん、ありがとうございます。9位はKITTさん、ありがとうございます。8位はリュッケさん、ありがとうございます。7位はクニオさん、ありがとうございます。6位はジュウさん、ありがとうございます。5位はイッサさん、ありがとうございます。4位はキャナイさん、ありがとうございます。3位はイクドンさん、ありがとうございます。2位はパンダさん、ありがとうございます。1位はナベさん、ありがとうございます。イクドンと、パンダさんとナベさん、タワーありがとう。ありがとうね、夜遅いのに見てくれて。明日からも頑張ってください。応援してます。イエイエイエイ。
それではもう寝終わってしまいます。バイバーイ。